さあ、それでは今日のゲームハイライトです。ロッテオリックスの3連戦2戦目です。今日は小島と山本由伸の先発でした。立ち上がりの小島、今日オリックス昨シーズン小島に相性のいい佐野が中島監督一番起用だったんですが、レフトフライに打ち取るところから始まります。ただゲームが始まって、ジジイさん、とにかく風が強かったのが印象的でしたね。そうですね、ただ立ち上がり良かったですよね、非常にね。風にめげずに杉本を三振に切って取ってことなきを得ます。オリックスは17連勝中の山本由伸が先発、しかし高部がいきなり唇を切るこのヒット。さらに藤原はバントの構えしていたんですが、バースターできました。このバースター大きかったですね、エンドランでね。しかもこれが悪送球、山本が焦りまして、なんとノーアウト三塁二塁と、開幕して15イニングゼロを並べる山本由伸からいきなりチャンス、さらにフォアボールもあって満塁、迎えるは昨日ホームランのマーティン。これもどうかなという当たりだったんですが、13メートルの風、ライトフライ、ただ犠牲フライには十分。連勝を止めようという千葉ロッテがまず山本から先制点。山本の開幕からの連続無失点は15で止まります。1対0ロッテ先制。3回です。山本からロッテは今度は満塁のチャンスを作るんです。しかし安田は三振。山本はジジイさん、どうご覧になりました、立ち上がりから。まあ、決して本調子はなかったんですけどもね、こういう決め球は素晴らしかったですよね、やはりね。初回もピンチで結局三振、この3回も三振で、4回もランナーをためた中で藤原を三振と、この序盤まで毎回ランナーを複数ためるんですが、全部三振できる山本由伸。そうするとオリックス5回、小島も好投が続いていました。しかしこの一つのエラー、少し藤岡が体勢不利な状況から悪送球、さらに若月ヒットの後、1番の佐野、今年1番抜擢2試合目、いずれもホームラン。中島監督の策ズバリ、逆転のスリーラン、第2号です。いや、インコースのボールね、難しいボールですけどね、本当にうまく打ちましたよね。小島の相性というのもあったでしょうか。さあ、これで山本に連勝を伸ばす記録がかかる中、直後の5回の裏、ランナー1塁からマーティンが右中間破ります。これで佐藤俊也が一気にチョークホームインを狙うんですが、中継プレー、タッチアウト、反撃の目を摘みます。さらにツーアウトでランナー2人置いてのエチェバリアという、ロッテとしてはもう再三のチャンスがあったんですが、山本が粘って粘ってという初回の1失点だけ。球数も投げさせてるんですけどもね。そうなんですよね、やりたいことはできてるんですけどね。そして6回もランナー1塁2塁、佐藤俊也はこのボールに三振と、またピンチを招きながら三振できるという流れ、100球に達する中でも変わりません。それでも7回続投しました。100球を超えている中で、この回レアードボール2から3球目、第2号のソロホームラン。去年も2本山本から打ってるんですが、今年も初対戦で打ちました。これが通算200号、ロッテに来てからは69本目のホームランで、常連さん三木選手に久しぶりの一冠プレゼント。さあ3対2となって、さらにチャンスを2塁に置いて福田だったんですが、セカンドゴロ。山本は決着7回を122球9安打、しかし9奪三振という好投を見せまして、勝ち投手の権利を持って託します。でロッテは1点差に詰めたんで、ここからというところだったんですが、鈴木がツーベースを打たれ、フォアボール2つでピンチを招くと、6番の福田、これは大きなタイムリーになりましたね。大きな1本でしたね、これはね。ナイスバッティングですよね。まあ、ただこの後ズルズル行かずに、代わった広畑がダブルプレーでなんとかこの1点でしのぐんです。で8回は新外国人ビドルがズドマリン初登板、ただ制球乱した関係で二塁一塁。それでも佐藤俊也は流し打ちも643ダブルプレーと、やはり今日はロッテはあと1本が出ません。この回もゼロ、2点を追っての攻撃、最後は平野が NPB600 試合登板、マーティン、そして安田と、最後は打ち取って三者凡退、セーブがつきました。オリックスがロッテを下して連敗を止めました。そして山本由伸、球団新記録、去年から18連勝、
さらに平野が通算600試合登板を西武で飾った試合になりました。